はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、ちょっと自動車用品、バイク用品の、ご紹介をね、一つしようと思います。僕ね、バイク、特にバイクなんですけど、結構電装系ね、いろいろつけてます。一番、電気がつくのがグリップヒーターね。その次が、ドラレコとかもちょっと食ってるのかな。で、あとはフォグランプね、フォグランプの方が食ってるね、ドラレコより多分。そういったものをいろいろつけてるんですけど、やっぱりね、ちょっと心配なのがバッテリー関係ね。消費電力が多くなってるんで、基本的にはグリップヒーターつけるときはフォグランプを消すね。で、フォグランプつけてるときはグリップヒーターを消すっていう感じで、してます。で、一応グリップヒーターの方にも電圧がちょっと下がってきたら自動的に、そのグリップヒーターが止まる保護機能がついてるグリップヒーターを使ってるので、一応ね、安全面っていうか、一応最終ね、バッテリーが切れてしまうところまでは、いかないで、一番、電力がね、多く必要なグリップヒーターは一応止まるようにはなってるんですけど、それでもね、やっぱりちょっと心配なところがあります。で、あと、ボルトメーターを別にね、一応つけてるので、それで電圧がね、ちょっと下がってきたら、注意はするように、してます。で、そんな中でね、やっぱりちょっと一回ね、止まっちゃったこともあったんですよ。それもね、バッテリー、結局バッテリー不足だったんですけど、発電機ね、バイクの方の、オルタネーターの方のなんかコイルみたいなのを変えてもらったりとか、はしてもらいました。で、エンジンの調子もね、若干僕のやつね、なんかちょっとおかしいなというところがあったんですよ、ずっとね。で、ずっと見てもらってたんですけど、最終的にね、1年目の、法定点検で、見てもらった時に、プラグを変えてもらって、で、エンジンオイルもね、僕は自分で変えたりしてたんで、それを純正に戻してもらったら、改善するかもしれないっていう言われたんで、エンジンオイルの、純正に戻しました。で、あとはね、一番ね、多分ね、これが効いたんじゃないかなと思って、個人的に思ってるのは、ECU のリセット。ね、エンジンとかね、制御してるコンピューターの方のリセットをかけてもらったので、それが、多分ね、効いてるんじゃないかなと思ってね。だからアイドリングとかも、また、再学習ね、するような感じになってるんでね。そういうことをしてもらって、エンジンはね、安定するようになったんですけど、一回ね、やっぱり止まったりしてたんで、ちょっとね、怖さがありました。電装系をね、僕がいっぱいつけちゃってるっていうのが一番あるんですけどね。で、追加でね、家にこう止めてる時に補充電をね、かけれるようにちょっとしたいなというふうに思って。で、一回ね、僕が今まで使ってた充電器ね、そんなに頻繁には使わないんで、置いてたやつ、使おうと思ったらね、ちょっとね、充電できなくなっちゃってたんですよ。多分故障してたんですよね。だから、ちょっとね、新たに、充電器を買いました。それがね、こちら。じゃん。前もね、セルスターっていう、ところのメーカーだったんで、同じセルスター工業かな、いうところの、バッテリー、チャージャー、ね、充電器にしました。で、前はね、ほぼ全自動的な感じだったんですけど、ちょっと、なんていうかな、業者が使うようなタイプの、充電器だったんですけど、今回は本当にもうシンプルな、ほぼ全自動、ね、っていう、充電器にしてみました。これなかなかいいやつでね、なんていうかな、一般向け、の中では、それなりに多分グレードが上の分だとは思います。型番が DRC の -1000 ね、ドクターチャージャーとか言ってますけど、こちらの方に、なります。で、普通に、なんていうか、このタイプは僕は12ボルト専用に、したんですけど、
一応ね、同じこの種類で 24V 対応、ねっていうのもありました。だけど普通にね使ってる分だったら、まあトラックとかね、そんなんじゃなければ、まあ、ほぼ 12V で問題ないと思うんで、まあそこはね、メーカーのホームページまた概要欄とかに貼っときますんで、まあ、見てもらったら、だから普通の方はこの 12V で十分いけると思うんですけどね。でまあ普通に充電できるのと、あとまあここら辺も書いてますけど、いいのかな、フロート充電とかサイクル充電って、まあこれなんかはずっとバッテリーをね多分ね置いてて、多分つまみもこうつけた状態、バッテリーのプラスとマイナスね、それでコンセントに挿してる。だから冬場とかにバイク全く乗らないでバイクを取り外しちゃって、でどっかにね倉庫かなんかでこうコンセントにもうこの充電器挿して、ずっとこうねあのバッテリーのとこにクリップつけて充電しとくような感じの時に使うんだと思うんですけど、まああのなんていうかな、充電量がね満タンまでいって勝手に充電はもう止まって、でそこからまた充電量が自然放電で下がっていったら勝手に充電してくれるとかね、まあそういうのバッテリーを優しくね、保管できるような機能もついてます。だけどまあね、繋いだまんまずっとほっとくのも危ないような気するんですけどね、まあそういう風な機能もついてます。で、あの一番ね、なんていうかな、ポイントとしてあれなのはこのセルスター機能、あのセルスタート機能ね。だからエンジンがまあこれもあのバッテリー上がってかからない時にこれを時間につないでエンジンをかけることができますね。それがポイントとしてこの機種の一つのポイントで、あとはあれですね、どっかあここ DC12V バックアップ電源機能だから、例えばバッテリーを交換する場合、今そうですね、結構ね電子制御が入っちゃってるんで車とかね、特に僕が知ってる範囲ではやっぱり車系、まあどっちしてもあのバイクでもバッテリー交換するときに時計とかは当然リセットかかっちゃいますよね。また合わせないとダメになっちゃいますけど、バッテリーを交換するときにこいつをつけといてあげて、でバッテリーをね交換してあげるということをすれば、時計とかもリセットかからないんですよね。そういう機能もあります。まあ別にね、Amazon とかやったら1000円くらいでその乾電池みたいなのを入れてね、このバックアップ機能っていうのができるやつもあるんですけど、まあどっちにしろね買うんだったらもう一緒に入ってた方がいいかなと思って、この機種にしてみました。で一応ねオープンのバッテリーとかシールドバッテリーとか、まあ大体もうバッテリーはね大体こう対応してるんですけど、まあそういう風な多機能なで、なおかつほぼ自動、なんていうかな、自動充電で満タンになったら止まる、とちゃんと止まってくれるっていうね、そういう風な機能の分です。はい、パッケージとしてはこんな感じですね。もうここをパッケージに全部書いてるからこれで見てもらったら一番早いんですけど、まあ今大体説明したような内容が書いてます。細かい内容はこっちの方かな。まあ、ここら辺もメーカーのホームページね、行って見てもらったら細かく書いてると思うんで。だけど、さっき言ってたね、機能あたりがやっぱり一番のポイントになるんじゃないのかな。まあ、8段階でね、バッテリーに優しく充電をしていってくれるっていうのとか、あと冬とかね、冷たいところでね、充電するとかいう場合はね、あれなんですよ。ちょっとね、強力に充電してくれたりする機能もあったりします。ちょっとどこに書いてるのかちょっとわかんないな。はい、まあまあこっち側も見ても対応車種はだいたいこんな感じでね、一応トラックまで対応してます。だいたい 12V のやつのでっかいやつ2個積みとかしてるのが多いんじゃないかな。だからそんなもんねいけますし、まあ 12V ね、とりあえずね、こんな感じの仕様になってますね。はい、あとは細かいところ、まあこれもねこんな感じでパッケージの裏ね、仕様とかまあ大体この辺りね、こんな感じになってます。これも見てもらったら早いよね、ポイントだけ言っとけばね。はい、じゃあちょっと開けていきましょう。まあ説明書ね、説明書もそんなにまあ
あの細かい字で、書いてますけど、そんな厚みがない、まあ本当にシンプルなあの説明書です。で、あとはもう本体だけかな、ね、本体だけ。これね、思ったより大きいですよね。大きい。もっとなんかもっとちっちゃいイメージがあったんですけど、はい、このくらい。まあ僕の手がこのぐらい。うん、だから下にこうやって合わせるとね、ちょっと大きいなっていう感じがしましたね。はい、でまあ普通の 100V をつなぐコンセントと、あの車のバッテリーの方につなぐね、ワニ口の、分になってます。で、ボタンはシンプルですね。設定、充電、電流の設定と充電モードの設定ね、こちらの方をやっていく感じになります。つないでみましょうか、とりあえずね。だからまあ、本当にシンプルにね、できるかなと思います、充電がね。よっ、ちょっと一回、まあ試しでね。よいしょ。音と。で、こんな感じで電源が入りました。当然ながらこいつをつないでないので、ちょっとこれね、一緒になったら危ないんですけど、ああうん、とりあえずこっちのねボタンを押したらここのところが変わっていくのが、ね、だからあの基本的には車種で選んでも、バイクで2アンペアとかね、車で4アンペア、充電のね、電流の方の設定をしてもらったらいいと思います。だけど、あの、ここに書いてるのは一応目安なんでね、まあ、細かい設定これできないんですよ。あの、そこら辺の判断は、こちらのコンピューターの方でやってくれるはずなんで、この中に入ってるね。だから、一応、マックスがこれ2アンペアかな。という感じでね、例えばバイクの場合だったら、設定をこうしてあげて。あとは、なんていうかな、バッテリーの、細かいところはね、ちょっといけるかな、どうかなっていうのを、充電の微妙な、電流の調整っていうのはコンピューターが考えるというような感じの仕様になってます。だからもう楽ですよね。で、こっちの充電モードね、基本的にはもうノーマルでいいと思うんですよ。まあ時間はかかりますけどね。で、ブーストとか、まあスノーはどうなのかな、ちょっとあれですけど、僕が考えてるのは、普通にバッテリーのところにもう端子外さずに直にね、行こうと思ってるんですよ、あの充電をね。まあバッテリー取り外してしまうと、さっき言ったみたいに時計とか全部がリセットされちゃうっていうので、めんどくさいんですよね。で、ブーストとかで電流を強くバッテリーに充電しようと思うと、やっぱり装備品全部外してバッテリー単体を取り出して、バッテリーに対してね、このクリップで、直接つないで充電という形になると思うんで、そうしないとやっぱり機械ね、他の機械の方が問題出てくると思うんでね。だからちょっとね、そこら辺はもうノーマルでね、行こうと思います。まあ外してね、何かやるときはブーストとかこんなん使えば早く充電が終わるんでね、それ使いたいなと思いますけど。で、あとはね、これバックアップ電源やるときは、これ同時押ししようって書いてるんで、この2つをね。あ、これでいいのかな？あ、これ違う。これセルスタートか。どうやるのかな？あ、これでなったな。ちょっとどうやってやったのかがちょっといまいちわからないな。あ、普通に充電モードのとこでセルフスタートは選べるんですね、これでね。ちょっと僕も説明書をざっとはね、ネットで見たんですけどね。で、これを両側押してあげると、これで、ちょっと一回見つけましょうか。解除されてない。あ、解除された、うんね、これで充電モードでセルフスタートはいけますよね。で、両側を車種バイクにして両側を
長押しで、そうするとこれがバックアップモードになってるはずなんですよ、電源のね。だからあのこれやってこれをつないどけ、つないで、あのなんていうかな、バイク側につないどけばそのままねバッテリーを取り外しても、時計とかリセットされないね、そういうモードになってます。はいね、まあもう何も説明することがそんなにないんで、ここ全自動なんでね。あとはまあ仕様としては、まあ、厚みが結構あるなっていうのと、まあごついですね。で、あのここにゴムがついてるんで、まあ滑らないように、あとここに紐通すとこがついてて、あの紐をね、かけれるようになってるんで、これ通してね、例えば車とか充電するとき便利じゃないかなと思います。ボンネット開けてね、ちょっとこうボンネットのこのとこに吊るしてね、充電しとけば、まあ、こいつが充電してる間に、バチョンと落ちてね、まあ、一番怖いのはやっぱりこういうのがポロンとこう外れちゃうのがね、多分一番怖いと思うんで、まあそういうところをで注意して使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。あとはね、あ、そうそう、あの一応ね、これコンセントつないでなくてもバッテリーのね、なんていうかな、異常がないかはチェックしてくれるみたいなんで、つないだだけでね、だからそういうチェック機能もありますね。はい、ということで、まあバッテリーの こいつの説明こんな感じなんですけど、あとさっきもちょっと 言ってましたけど、バイクから直にね、特にバイクの方接続してる端子とかを外さずに、充電をしたいということを言ってたんですけど、いちいちバッテリーのところを見ようと思うとね、なんていうかな、シートを外さないとダメなんですよね。で、できれば簡単にこの補充電をね、かけれるようにしたいということで、まあ、ネットでね上げてる人もいてたんで、そういうことやってる人がね、そういう人の、どういう風にしてるかも参考にしながらこんなん作ってみました。じゃんね、これはまあコードとかそういうのを買って、作ったんですけど、まあこれバッテリー側ね、プラスとマイナスにつなぐ、丸型の端子つけてます。でこれ圧着工具でやって、まあテープで留めてるんですね。でこれをこうつけとくわけですね。でこれがまあケーブルね、ちょっと太いやつです。何本までいけないけど、もう全然十分いけるくらいのやつです。ここら辺の部材も一応概要欄に載せてますんで、またもし同じように作りたいんだったら参考にしてください。多分ねこれの仕様でいけると思うんですよ。だからまだちょっと試してないですけどね、今からまたつけて、試すんですけど、あとねこれ注意してほしいのは、さっきも言ったように電装機を外さずにやるっていうのは、まああまりなんていうかな、多分なんていうかな、できなくはないけど、よくはないと思うんですよ。だからあくまでも自己責任の範疇なんでね、それだけよろしくお願いします。まあ、使う、こういう風なね、やつの、性能とか機能とかにもよって、全然ね、そういうことをやってもいいかどうかっていうのも変わってくると思うし、まあ、参考だけにしてもらったらいいと思います。ね。はい、すいません、途中で。で、一応ここにね、10アンペアのヒューズをつけてます。これね、10アンペアのヒューズ。で、よいしょ。よいしょ。ね、で、まあ一応ね、簡単にこう取り外しができるようにカプラーつけてます。だから、ここまでを、バイクのとこでリアシートね、鍵入れてカチャって開けるところに、これをちょっとピロッと出しといて、これをバッテリーね、ゆっとこう、つけとくというような感じで考えてます。で、実際にバッテリーを充電するときは、このリアのこの鍵のとこでパコッと開けて、このカプラーをこうガチャッと挿して、で、こっち側は、ワニ口のクリップがついてると。ね。だから、これを、実際は、この充電器の方の、この、ね、充電器のワニ口クリップと、こういうふうに、カチャンと、こういうふうにやってあげて、こうやってやってあげて、
充電をしてあげようと、こういうふうに考えてます。だからまあ簡単にねそのあたりの取り外しというか補充電ができないとやっぱりなんていうかなやらなくなっちゃうと思いますしね。はい、ということで、特に今、まあ、もうちょっとしたら暖かくなってくると思いますけど、やっぱり冬場はね、バッてちょっと、気をつけとかないと、また電装系特にね、いっぱいつけてるとやばくなってくると思うんで、まあね、そこら辺をちょっとどうにかしたいなと思って、一応、こういう風な装備をね、してみましたというご案内です。まあ、取り付けはね、今からやりますけどね。はい。まあ、それはもう見せんでいいでしょう。もう単にね、バッテリーのところに端子つなぐだけなんでね。はい、ということで今日は、セルフター工業 DRC の -1000、ドクターチャージャーの、ご紹介でした。まあまたね、興味あればこのバイク用品とか、まあ、ドローン最近やってないけどそういうこととかガジェットとかいろいろやってますね。また、見ていただけたらと思います。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。